9月27日土曜日夜8時になりました。レディオバーの始まりです。お相手はいつものように私柴里美と鹿児島天文館総合研究所天ラボの永山義隆と FM 薩摩仙台の上垣雄介です。よろしくお願いいたします。ついさもう最近9月になりましたよねとか言ってましたけども、早いですね。もう1ヶ月経つのもですね、まあ、そんな中もう秋めいてきたんですけれども、鹿児島は今日は灰が降ってね、大変でしたよ。車いつ洗おうかと。鹿児島市内の方はですね、谷山方面、そして私は神町方面なんですけど、まあ朝からはいもう灰が積もっておりまして、また他県ではね、こうやってちょっとね、噴火ということで、ね、大変なことになってますけどもね。はい、またもう気温の変化も激しいですからね、日中やっぱり30度近くまで気温上がったりしますから、朝はね涼しいんですけどね、ですね、喉の調子も整えましょう、永山さん。そういうことで、レディオ版は鹿児島を熱くゆるく盛り上げていこうという番組でございます。先週ですが、レディオ版は温泉ソムリエアンバサダーの武蔵さんにご登場いただきまして、テーマは鹿児島温泉戦国時代マップ第3の温泉地はどこだということでお話が盛り上がりましたけれども、キーワードは3つございました。1つは鹿児島温泉戦国時代、国力解説、霧島指宿に次ぐ第3の温泉地を巡る戦いがですね、各地で勃発しておりますというお話をしていただきましたが、それぞれの勢力図といいますか、その中には観光という方向で舵を切っているところもあれば、もう美人の湯という形でですね、美肌に特化したアプローチをしているところもあると。一方で特産品開発に地域の温泉事業者さんが一つになっている地域もあるということで、さまざまな切り口で温泉地盛り上がりつつありますねというお話でしたね。一口に温泉といってもその切り口の裾野の広さというのが非常に幅広くあるんだなというのをですね、感じさせてもらいましたね。そして2つ目、温泉ソムリエの力。温泉に入る時の入浴法から温泉成分分析表の見方など、温泉にまつわるさまざまな知識を習得するというのがこの温泉ソムリエというものなんですが、武蔵さん、温泉ソムリエ武蔵さんはアンバサダーというですね、いわゆる大使というようなこの温泉ソムリエの魅力を発信するという役割も持っていらっしゃる方で、先ほどの温泉鹿児島温泉戦国時代の各温泉地にもそれぞれ地域地域で頑張っていらっしゃる温泉ソムリエがいらっしゃるということで、この温泉の盛り上がりの陰に温泉ソムリエありというのもまた一つ言えるんじゃないかなと、いうのが前回の放送ではちょっと見えてきましたね。そして3つ目は鹿児島フロマラソンです。フルマラソンではなくフロマラソンです。こちらは鹿児島県内を5つのブロックに分けて、さまざまな温泉を巡る楽しさをイベントにしてしまおうという、そういう取り組みが来年始まりますということで、これはリスナーの皆さんと一緒にこの戦国時代を楽しむために何ができますかねという話をすると、まずは巡ってみることですというところからの武蔵さんからのご提案でした。武蔵さん自身が鹿児島県内の温泉に全て入ったという、もともと一人フルマラソンをされてた方ですからね。そうですね、1020カ所以上とおっしゃってましたよね。その中ではもうすでに事業を終わったといいますか、廃業されているところもあると。だからこそこの温泉文化を残していきたいんだという思いも含めてのお話を、かなり熱くそして緩いレディオ版だったなと思いますね。そうですね。ということで今日のレディオ版も皆さんにちょっと温泉気分を味わっていただこう、温泉の、巡っていただこうというところでお電話で後ほどつなぐんですけれども、さあ今夜のラインナップです。この後です、8時10分ごろバーンセブンデイズ、今週は、3つのテーマをね、お送りいたします。そして8時15分ごろお電話で県内6カ所の温泉地域と生電話でつなぎます。西よろしくお願いいたします。そして9時ごろですけれども、島ビズ、下甑編、下甑島の地域おこし協力隊関美穂子さんの古道再生、古い道の再生のプロジェクトに対して、20個以上のビジネスモデルを考えましょうという、イベントが、つい先日開催されましたので、その模様を少しだけご紹介できればと思います。何かヒントになるかもしれません。そして9
9時30分ごろ、来週から MBC ラジオは新編成、レディオバーンも4年目に突入です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もう4年目ですか。そう、早いですね。本当、はい、しみじみとしたところで、10月のラインナップなどもご紹介をさせていただきます。番組へのアクセスはツイッターアカウント @MBC_RB、 ハッシュタグはシャープ RB1107、 ツイッター、ユーストリーム、フェイスブックで、ご投稿お待ちしております。ぜひ皆さんと一緒に楽しんでまいりましょう。それでは1曲まいります。ソウルパーフリージアで Keep on Working。ソウルパーフリージアで Keep on Working でした。この音楽が聞こえてきますとバーンセブンデイズ、今週バーンファミリーに何があったんでしょうか。番組フェイスブックでシェアしたイベントなどのご紹介です。はい、はい、こちらですね、テレビや新聞などにも出ましたけれども、はい、FM 薩摩仙台にはですね、青丸というキャラクターがおりまして、これが立体になりましたというニュースが出ておりまして、はい、だったんですけれども、そのまあ、いわゆる立体の青丸がですね、はいはい、FM 薩摩仙台の前にやってきまして、はい、ちょっとですね、動いているところを皆さんに見ていただこうかなと思ってですね、動画を撮ってみまして、はい、薩摩仙台市では秋になると半夜祭りというお祭りがあるんですけれども、うん、半夜節を青丸に踊ってもらった動画をアップしてみました、はいはい、この動画はレディオバーンのウォールでもシェアしてもらっておりますので、かなり緩い感じで、よく見ないと半夜節だということがわからないんですが、はい、まあ、よく見ていただくとわかると思います。わかるという、はい、ちょっとほっこりしていただけるかなということで、ちょっとステップも踏みつつ、はいはい、ステップはね、はい、かなり頑張ってるんですけど、手がねあんまり可動域が広くないもんでですね、なるほど、はい、手の動き注目でございます。でもそのあたりはこう癒し系の感じで、はい、緩い感じで、はい、はい、いと思いますので、ぜひほのぼの動画ご覧ください、はいはい、そしてはい、第25回 MBC ラジオ CM グランプリがついにこの秋も開催されますということでですね、そうです、来ましたね、レディオバーンといえば、はい、もう毎度この企画にチャレンジをしては、はい、涙を飲むということですね、はい、そうですよね、応募してるんですけどね、応募してるんですけれども、はい、なかなか取れないグランプリということでですね、はいはい、今回も平成26年11月10日必着で、応募が、募集要項がもう公開をされております。応募方法は20秒のラジオ CM、 オリジナル未発表作品に限ります。原稿または E メールでご
応募くださいということで MBC のホームページから、はいはい、いい内容をご覧いただけると思います、はい、グランプリ大賞1点賞金30万円という30万円ですからね、はい、このレディオバーンでも毎年話題にし、はい、そしてチャレンジをしてきておりますが私たちも作って、はい、チャレンジしてますが、はい、なかなかですね、グランプリへの道は遠いですけれども、はい、これはちょっと今年もいやいや今年は今年こそはということで、今年こそですね、はい、行きましょうよ。そうですね、はい、こちら現行でのご応募なので、はい、先生とか呼ばないでください、はい、現行でのご応募なのでどなたでもそうですね、はい、簡単にメールまたはですね、現行の郵送でもご応募できる、はい、ということですので、はい、ぜひ皆さんチャレンジしてみましょう。30万円狙いに行きましょう。我々も頑張ります。もちろん、もちろん、はい、11月10日必着です。はい、はいはい、そしてもう一つ話題をご紹介したいんですが、この話題はただ嬉しいお知らせです。はい、はい、FM さ、ですね、FM 薩摩仙台という人になります。はい、レディオバーンにも何回かご出演をいただいております、はい、仙台高校北隣のたこ焼き店たこはんさんなんですけれども、はいはい、田中正明さんですが、ちょっとですね建物の老朽化に伴い今の場所での営業は一旦終了されると、はい、いうことで情報が入っておりまして、なんとですねレディオバーンから、うん、リスナーの皆さんにちょっとプレゼントということで、はい、このたこはんさん9月いっぱいの営業ということなんでもうあと何日かなんですけれども、そうですね、はい、先着11名様にレディオバーン聞きましたで、はい、たこ焼きをプレゼントいたします。よっよっよっ、11名というのは、はい、なぜ11名なのかということなんですけれども、はい、前回ご登場いただいたのがサッカーの話題だったと、そうですね、いうこともありまして、はい、サッカーの人数11名ということで、お一人様1人前に限りと、うん、いうことで先着11名様レディオバーン聞きましたでたこはんさんのたこ焼きプレゼントでございます、はい、実際これはお店の方に足を運んでいただいてレディオバーン聞きましたと言ってください、おっしゃってください、はい、それが合言葉になります、合言葉になっております、はいはいはい、たこはんさんね、はい、なんかちょっと寂しい感じもするんですけど ね、今後の展開は追って発表みたいな感じになっておりましたけれども、はいはい、先着11名の方に1人1皿でお願いいたします。レディオバーン聞きましたとはっきりおっしゃってください、はいはい、ということでバーンセブンデイズでした。 Facebook でご紹介している内容は Facebook を登録してなくても見ることができますのでぜひチェックをしてみてください、それでは曲を1曲参りましょう。エリザベス・シェパードで What's Happening。
曲はエリザベス・シェパードで What's Happening でした。さてここからですけれども、温泉戦国時代ということで、先週は武蔵さんの登場でしたので、はいはい、武蔵さんからのということで、温泉6地域の皆さんは今どういった活動をされているのか、そしてまたどういった現状なのかというのを生のお電話でつないでお話をお聞きしようということなんですが、はいはい、朝晩涼しくなってまいりましたということで、はいはい、めっきり、はい、涼しくなってまいりましたよ、温泉の季節ですね、はい、そうですね、ということでですね、はいはい、冒頭オープニングトークでもご紹介しましたけれども、霧島そして指宿、はい、この鹿児島の誇る二大温泉地、こちらに次ぐですね第三の温泉地はどこだという、熾烈な争いというふうに我々が勝手に申し上げているだけなんですけれども、はい、温泉ソムリエアンバサダーの武蔵さんに、はい、ここが今熱いですというふうにご推薦いただいた温泉地が6カ所ございます。はい、はい、上から順にご紹介していきますと、うん、まずは志比温泉、はい、はい、そして宮の城温泉、はい、滝温泉、はい、一日の温泉、はい、湯の本温泉、そして樽水貝形温泉ということで、はい、ちょっと北薩がにぎわってます ね、というお話もさせていただきましたけれども、はい、上垣さんも、はい、仙台も薩摩仙台市からは2つエントリーしてますからね、はいはい、さらに薩摩町からも2つ、はい、そして、日置市は湯の本、はい、そして大隅半島は、樽水から貝形というこの6地域で、先週の武蔵さんのお話の中では、はい、商品開発に、みんなで力を合わせているところもあれば、うん、選出からのアプローチで、PR を、はい、頑張ってらっしゃるところもあれば、うん、観光に力を入れてらっしゃるところもあれば、うん、いわゆる地域の中のいろんな業種の連携で、盛り上げていくというところもあればというところで、さまざまな中にはスポーツ杯集めスポ杯のように、はいはいはい、ある種温泉をもはや離れて、うん、はい、温泉以外の戦い方で盛り上がっている、そんな温泉地もありますということで、さまざまな温泉地の今についてちょっとお話をお聞きしたところで、はい、じゃあちょっとそうですね、各地の方々のお話をお聞きしてみましょうと、はい、それが本日の鹿児島温泉戦国時代と、うん、そうなんです、はいはい、ですのでちょっと温泉でほっこりという面もありますけれども、はい、まあ、今の取り組み、熱いその取り組み、どういった現状なのかみたいなお話をですね、はい、聞かせていただければと、ぜひリスナーの皆さんには、はい、この温泉こういうことやってるんだとか、うんうん、あ、そういう取り組みだったら一度入ってみたいなという、はい、まあ、そういった、感想でも結構ですし、うん、あ、その温泉行きましたよとか、はい、ついこの間行ってこういうふうに感動しましたとか、うん、実際その温泉に入られた方からのレポート、うん、こういったようなメッセージもリスナーの皆さんぜひお寄せいただければと思います。あと近くに温泉地がある方とか、そうですね、そしてまた温泉のまあ活用法とかっていうのをですね、地域おこしのためにどうやってすればいいんだろうかっていう、はい、ちょっとしたヒントになればいいかなっていうのもございますので、はいはい、ぜひお付き合いください。それでは参りましょう。トップバッターですが、薩摩町の志比温泉です。お電話は旅籠志比荘の山の口成明さんです。山の口さん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。シビ、寒いですか。はい、そうですね、今日は少しあの涼しい感じがしますけど、ちょっと鹿児島市内ちょっと今日ね暑かったような感じがしたんですけれども、どう、はい、またこれからもね紅葉も始まりまして、いい季節にもなりますが、私もあのシビ温泉行ったことあるんですけども、はい、冷たい空気の中で11月末ぐらいだったんですが、冷たい空気の中で入るまたこのシビ温泉の温泉はまた格別ですね。ありがとうございます。まあ、選出は喜んでいただきますですよね。はい。さあ、その志比温泉ですけども、どのくらい続く温泉なんでしょうか。正確なところはなかなかですね、不明なんですけれども、はい、それこそ600年、700年というふうな言われ方もするんですけれども、はい、まあ、現在のような旅館の形態ができたのは、大体50年ほど前からでございますね。そうすると、山の口さんは何代目でしたんでいらっしゃいますか。はい、私も含めて、志比はですね、はい、今、すべて2代目でございますね。何箇所ございますか。旅館がまあ4軒でございますね、はい、それと、志比区営の大衆浴場でございますけれども。武蔵さんのお話では、はい、皆さんのその取り組みが非常に一致団結した感じがするというところでお聞きしているんですけども、はい、はい、今現在どんな取り組みをされていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、特別なことはまだ今からなんですけれども、はい、先ほど言いましたように、まあ、こちらももう本当に小さな温泉地でございますけれども、まあ、4人の会員の中でですね、はい、地元のその渋温泉をなんか少しでもですね、うんうん、活性化させるようにということで、この4人で少し知恵を出しながらですね、はい、まあ、その最初の取り掛かりといたしまして、まあ、渋温泉の名物というものを何か作れればなということで、はい、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、渋温泉につけた温泉青しがきですね、はいはいはい、これをただそれだけ食べるのではなくて、はい、何か活かせないかなということで、まあ、そちらの勉強をですね、今年から始めたばっかりなんですけども、はい、中山さん、じゃあ、渋温泉の方は商品開発に力を入れてらっしゃるというところですよね、はい、特にこの食というのは、実際にこの温泉に入られた方のプラスアルファの期待としてちょっと大きいんじゃないかなと思うんですが、山口さん、永山と申します。はじめまして、はい、実際に温泉入られた方の期待感というのはいかがでしょうか。今は何かそういう名物になっているようなものはあるんですか。もう特別なものはないんですけど、今、はい、季節ですね、秋のこういう時期にはその温泉青しがきがあるんですけども、はい、ただそのまま皮むいて召し上がってもらうって形だけなのでですね、はい、まあ、より先ほどおっしゃいましたように、温泉とプラスアルファで何か飲料があったり、はい、冷たい食べ物ができたりとかですね、そういうものにつなげられないかなと思いましてですね。なるほど。これは山口さん、まだ具体的にこの商品というのはおそらくお聞きできない可能性もあると思うんですが、先ほどちょっとおっしゃった飲料とか、はい、ちょっと冷たい何かとか、はい、そういうものを開発中というふうにイメージしててもよろしいですか。あ、はい、そう理解していただければいいと思います。そうですか。楽しみです。これは楽しみですね。山口さん、上垣さん、やはり温泉入って何か食べたいというのは、ね、ありますよね。そうですね、お土産っていうのがね、何か買って帰れるものがあるといいなと思うんですけれども、はい、山口さん、はい、はい、この商品開発は何名ぐらいの方で、いつも話し合ってらっしゃるんですか。はい、先ほど言いました渋の温泉組合が4名なんですけれども、はい、それにプラスアルファちょっと入っていただきましてですね、はい、今3、4回ちょっと検討委員会というのを始めたばっかりなんですけれども。そうなんですね。委員会の話し合いの雰囲気はどんな感じですか。はい、そうですね、まあ、和気あいあいとしながらですね、はい、まあ、その都度専門家というか講師の方を呼びながらですね、来月はまたちょっと研修視察みたいなのも行ってみようかなというふうに計画的ですね。はい、なるほど。商品が出来上がるのを楽しみにしております、うん、楽しみにしております。ありがとうございます。はい、私たちもですね、また渋温泉を訪ねてみたいと思いますんで、はい、楽しみにしてますね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。旗越美荘の山口成明さんにお電話つなぎました。はい、さあ、そして続きましては、はい、宮の城温泉旅館玉の湯片山信介さん、実はですね、一度お電話で、はい、温泉ソムリエサミット、はいはい、こちらで、おつなぎをいたしまして、元気なお声に耳に馴染みの残っていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、はい、片山信介さんとお電話がつながっております。はい、片山さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、先日の温泉ソムリエサミット以来のお電話ということで、はいはい、はい、その説もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、先日ですね、はい、前回温泉ソムリエアンバサダー武蔵さんの方から、はい、この温泉鹿児島温泉戦国時代、はい、宮の城温泉も独特の戦い方をしていますということでですね、はい、はい、特にこの美人の湯にフォーカスをした、はいはい、戦い方というふうにお聞きしているんですが、はいはい、まずこの宮の城温泉の今の取り組み、はい、どういう取り組みしていらっしゃるか教えていただいてよろしいですか。今ですね、やっぱり大きなアドバルーンを上げたいと思ってですね。アドバルーン、はい、はい、宮の城温泉再生20年間計画みたいな、なんかずっとやるぞ、ずっと頑張るぞみたいなのをちょっと、まあ、念頭に置きまして、はい、はい、20年計画ですか。はい、はい、ちょっとオーバーなんですけど、はい、いや、しかしこれはその単発のイベントにはない説得力が、うん、この思いも含めて伝わってきますね、はい、と思っていただければ。はい、はい、具体的にはこれからどういう方向性で議論が進んでいくんでしょうか。そうですね、アベノミクスの3本の矢じゃないんですけど、はい、風呂のミックスじゃないですけど一応3本矢を準備しました。はい、はい、3本の矢、はい、そうです。はい、はい、まず1本目は、まずですね、1本目はあるものを磨く見直す。ほう、はい、はい、あるものを磨く見直す。そうです、はい、そして2本目は、まあですね、新しいものを作る。
新しいものを作る、はい。そして3本目は秘密です。秘密なんですね。3本目が気になりますね。さすがに全ては公開できないですよね。はい、3本目ちょっとまだあのちょっとまだあの羽ついてません。今からですね。はい、でももうあのプランはあのできておりますので、来年かな、来年の夏場までにできればいいかなとちょっと思ってます。はい、そうですか。はい、その来年の夏というのも、はい、この息の長い、はい、あの丁寧な、議論の組み立てというのがちょっと見えて、はい、なんか素敵だなというふうに思うんですが、うん、まあ、少しずつこう途切らさずにあの継続していこうというのがまず、はい、はい、あの長い細く長くやっていきたいというのがまず目的ですね。はい、なるほど。片山さんは今こちら玉の湯のご主人ということなんですけれども、はいはい、今宮の城温泉では他にどういう方々がこの温泉の取り組みに参加していらっしゃるんでしょうか。まあ、旅館組合としては、旅館組合温泉協会としてはあの、まあ、十数人、あと通り会含めると20人ぐらい いますので、まあ、そういう人たちの力を借りたいんですが、まあ、とりあえずはあの旅館の方が若手が、若手といってもそう若くなくなってまいりましたが、4名ほどちょっと先頭を切って今引っ張っているところです。はい、では若手の方々4名を先頭に、はい、20名近い旅館組合の方や温泉の組合の方々も力を一つにしてらっしゃるということなんですね。はい、実際こういった取り組みはいつ頃、はい、いつぐらいから具体化されてきたんでしょうか。はい、実はその先ほど言っていただいた温泉ソムリエというキーワードから、はい、みんなあの温泉のまず自分家の温泉を知った時点で、はい、こんな宝物だったんだということに気づきましたよね。はい、まず気づきから始まりました。ね、はい、片山さんが温泉ソムリエになられたのはいつぐらいでいらっしゃいますか。昨年の4月ですかね。昨年の4月。はい、あの貝型での温泉ソムリエでそうですセミナーでしょうか。はい、であれば同期の温泉ソムリエになられた方も県内には一定数いらっしゃって、はい、そうですね、ある意味ライバルになっちゃいましたね。そうですか。はい、そういうその県内温泉ソムリエライバルの方々とは今も交流がじゃあ続いていらっしゃる。はい、あのいい意味であの仲良くさせていただいて、ネットワークは凄まじく広がります。そうですか。、はい、ネットワークが凄まじく広がっていらっしゃる。はい、まあ、そんな中で、はい、他と戦うことも視野に入れて、はい、今は20年計画と、そうですね、いうことですね。はい、あるものを見直す、はい、新しいものを作る、はい、そして3本目が秘密と呼ばれます。、はいはい、じゃあこのちょっと3本目の秘密も大変気になるところなので、はいはい、これからもですね、はい、宮の城温泉さんの取り組みちょっとずつ応援をさせていただければと思ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします。あるものはあのいいですか。はい、大丈夫ですよ。あるものは仙台側のほとりに足湯作っちゃいました。おお、これですね、すごい多分北薩ナンバーワンの泉質だと勝手に言っておりますが、はい、なかなか珍しいらしいんですよ。この足湯はどういう風に作られたんですか。足湯はですね、ちょっと話せば長くなるので短く言いますけど、はい、昭和47年の大水害で、はい、移転したんですね、旅館街すべて。はい、でその時で移転した関係でずっと埋もれてしまったんですが、昔からあのお湯河原に出てたんですけど、うん、それが平成18年の大水害で全部姿を現したんですよね、一回。なるほど。湧いてて、で、まあ、放ってたんですけど、はい、これなんとかならんかなって言って、はい、じゃあ足湯にしちゃおうかと言って、はい、じゃあ足湯にしちゃおうかって言ってできちゃうもんなんですか。しちゃいました。はい、いろんな方、1回目大体200人集まっていただいて、で先日は100人集まっていただいて、はい、その足湯の整備のために。そうです、あの建設業の方とか、はい、もちろん仙台側ですので、あの仙台側の河川事務所の方とかダムの方とか、はい、それと今あの鶴田ダムの再開発をお手伝いしてくださっているあの業者の方とかですね、はい、呼びかけましたらいっぱい集まっていただいて、はい、バーベキューしながら最後風呂入ってみんな入ってくださ いですね。はい、いや、これからもあの楽しみにしてますんで、はい、はい、ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、で今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。まだまだお話聞きたかったんですけど、またまたですね。はい、ありがとうございました。はい、それではですね、薩摩町から2つ温泉ご紹介いたしましたので、はい、続いては薩摩仙台市から3カ所目は滝温泉郷をご紹介したいと思います。滝温泉にございます滝屋旅館の田中大作さんとお電話がつながっております。田中さん、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、田中さん、滝温泉といえばもうあの我々薩摩仙台市の人間にとってはとっても馴染みのある場所なんですけれども、はい、改めてこの滝温泉郷どういった歴史のある場所なのかご紹介いただけますか。ですね、
まあ、今から800年ぐらい前に、はい、まあ、見つけられたというか、見つけられたというよりも文献によると、研究年間っていう年間に、はい、まあ、鎌倉時代になるんですが、研究の図伝帳という、まあ、言うなれば税の台帳ですね。昔は田んぼですから、はい、田んぼとか、まあ、そういった農作物が取れるところの、まあ、図面の中に、まあ、そのお湯に関する名前が出てくるということで、はいはいはい、まあ、そこからそれぐらい前にはこの辺りでお湯が流出していたのではないかというふうに言われているようです。うん、はいはい、なるほど。滝温泉郷の入り口には西郷さんの、像といいますか、あ、はい、オブジェがあったりいたしますけれども西郷さんも入ったと言われる温泉なんですよね。そうですね、まあ、そういうふうに歴史的史実というか、はい、書物によってそれが明確に記録として残ってるというわけではないんですけれども、うん、公伝で、まあ、薩摩川内の市街地の外れの方に京セラさんの工場があるんですが、はい、その近くに芋瀬橋っていう橋がありまして、そこの、はい、まあ、建築にかかる、まあ、棟梁みたいな形でお仕事でそこに来られていた、ついでに周りで、うさぎ狩りのようなことをして、はい、まあ、その疲れを癒したりとかするためにこちらの方まで足を伸ばされて温泉に入ったという話を公伝でずっと伝え聞いているところです。はい、まあ、という非常に歴史のある滝温泉郷なんですけれども、はい、現在の滝温泉郷には、どれぐらいの、温泉施設があるんでしょうか。今のところですね、はい、実際稼働しているというのは7軒ほどですね。7軒ほど、はい、お客様としてはどういったところのお客様が多いですか。今のところ使われ方的にはですね、はい、もうほとんど立ち寄り湯、立ち寄り湯、はい、それとですね、まあ、若干の当時客、はい、当時って、まあ、多分いろいろお話出てきた中でもあると思うんですけれども、はい、温泉で体を治すためにまあ、少し長い期間当時されてというスタイルですね、はい、まあ、そういった滝温泉郷なんですが、地域の皆さんでこの地域を盛り上げようというような試み、何か動いていらっしゃるものはございますか。はい、今年度から商工会の事業だとか、はい、村づくりの活性化事業だとかという、まあ、国や県の事業を使わせていただいて、はい、まあ、地域のというかこの温泉場のパンフレットとかっていうのはもうなくなって久しいものですから、はい、あるいはそのタウンマップですね、まあ、タウンマップというほど広いエリアではないんですけれども、まあ、そういったものもみんなで作ろうかというのについて、そういった事業を使わせてもらうために今その事業に取り組んでいるところです。なるほど。どういった皆さんでその議論はされているんですか。まあ、温泉旅館経営されていらっしゃる方もそうなんですけれども、はい、あと地域の商店ですね、はい、あとそれと、まあ、薩摩川内市、地区コミュニティ制度を引いておりますけれども、その地区コミュニティの中に入っていらっしゃる、まあ、本当に温泉旅館とは関係のない一般の方ですね、まあ、タクシーの運転手さんだとか、はいはいはい、そういった方々なんかも入っていただいて、はい、仙台滝温泉よかゆ協議会というのを今年度新たに作りました。よかゆ協議会、はいはいはい、タクシーの運転手さんとかものすごいなんか地元ネタ持ってらっしゃりね、ですよね、ありがたいですね、そうやって入っていただいて、はい、何かそのタウンマップというのお話もありましたけれども、はい、そのよかゆ協議会から、新しい何かが生まれてきそうな兆しはありますか。というか今まで、まあ、どちらかというとこうその当時の温泉が流行ってた時代っていうのは、まあ、昭和40年代30年代後半から40年代ぐらいだったと思うんですけれども、それからずっと右肩下がりで来てきたので、はい、これから流行るというか少しでもその当時隆盛を誇っていた温泉場のにぎわいを少しでもまあ戻していきたいという、うん、それぐらいの感じですかね、まあ、そこにもうほんの少しでも近づいていければというそういう感じです。なるほど、まあ、今協議会が立ち上がったばっかりということ で、 そうです、ね、これから皆さんで議論してその当時の盛り上がりを、はい、はい、ということですね。はいです。
で他の皆様みたいにその壮大な何年計画だとかっていうのははい、あ、もしもし、はい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 、ごめんなさい、大丈夫ですよ、はい、そういった計画は特段ないんですけども、その直近の計画では今のような取り組みから始めて、うん、あとそれとものすごく遅きに失した感はあるんですけれども、はい、その仙台滝温泉のホームページみたいなものも単独ではなかったので、はいはいはい、そういったものも作って、より皆様 そのお目にかかる機会っていうのを増やしていって、露出度をちょっと高めていくことをちょっと考えないとなと思って、はい、そういうのも事業の計画の中に入れてます。なるほど、まあ、滝温泉といえば私も何度もお邪魔してるんですけれども、ありがとうございます、はい、街並みがですね、何とも言えない雰囲気がありますので、はい、まずはそれをね知っていただくところからいきたいですよね。ですね、もう100年ぐらい変わらないようなところなんで、はい、はい、まあ、来ていただいて、はい、裏道から川のほとりからいろいろ歩いていただいて、ああこういうところもあるんだっていうのを見て知っていただけたらなと思いますね。うん、ですね、はいはい、ぜひタウンマップを片手に散策、はい、そしてまたお風呂に入りにいらっしゃるお客様がたくさんになるといいですね。そうですね、はいはい、そうなると嬉しいです、今日はどうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。マップ楽しみにしております、はい、ありがとうございます。はい、滝温泉の、竹谷温泉の田中さんでございました、はいはい、ということで6カ所のうち3カ所前半戦、はいはいはい、紹介いたしました。もう3カ所だけでもそれぞれの色がありますね、はい、そうですよね、はい、この何でしょうね、今後についてのスパンや、はい、切り口や、うんうん、プレイヤーの方々の今の何でしょう、お立場というのもそれぞれでいらっしゃいますから、はい、これは盛り上がってきてるというような気がいたします ね、はい、お土産、そしてまた3本の矢タウンマップと、はい、いろいろと出てまいりましたよ。3本の矢の3本目、うん、秘密ですからね。気になります、気になります、ね、はい、それではコマーシャルの後は、後半戦に続きますよ、はい、残り3カ所です。さあ今日のレディオバーンですけれども、先週の温泉ソムリエアンバサダー武蔵さんから、まあおすすめの県内の6カ所、この地域の温泉場が盛り上がってますよということで、ご紹介いただきまして、今日6カ所お電話で全部つないでお話をお聞きしようということにしております。で前半戦は3カ所お聞きいたしました、まずは志比温泉からは旅籠志比荘の山の口成明さん、そして、宮の城温泉からは旅館玉の湯の片山慎介さん、そして、滝温泉の、滝にあります滝屋温泉の田中大作さん、はい、お電話つなぎました。それぞれの特徴を生かしながら、そうですね、はい、足元を見つめて活動してらっしゃるという、はい、という感じがいたしましたが、はい、はい、さあということで後半戦に参りたいと思いますけれども、はい、薩摩仙台市の2カ所目、はい、一比の温泉をご紹介したいと思いますけれども、お電話がつながっております。一比の温泉活性化協議会の谷口久也さんです。谷口さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。上垣です。ご無沙汰しております。どうもご無沙汰してます。はい、谷口さん、はい、一比の温泉なんですけれども、はい、はい、この一比のという地域について改めてちょっと教えていただけますか。そうですね。一比のはもともと薩摩藩のお狩場だったので、その約400年ほど前に殿様がお狩場に狩りに来られて、疲れを癒す温泉としてあったんですが、その時に、みんな余暇温泉やんで使いやんせと言ったのが始まりだと言われてます、はい、温泉施設もですね非常にたくさんありますけれども、今どれぐらいあるんですか。はい、今ですね、旅館と湯治宿で約8軒ほどに、公衆浴場が 1,2,3,4 軒ですかね、5軒ですかね。なるほどですね、はい、そういった一比の地域なんですけれども、はい、この一比の温泉活性化協議会という、皆さんのですね、ご活躍はいろいろとお話もお聞きしておりますが、
どういった皆さんで構成されているんでしょうか。ですね、一日のまあ商売人を中心に、ちょっと、2、3団体も入ってという形で約64名ですかね、今。64名、はい、はい。活動としてはどういった事業を取り組んでいらっしゃるんでしょうか。ですね、今一番力を入れているのは、街歩きに今力を入れてまして、はい、昔みたいな団体客というのはもうなかなかないんですけど、個人個人でもこう街歩いて楽しい街にしていこうよっていうことで、こういろいろと人と人をぶつけながら会話が生まれるように、いろいろちょっと考えて仕組みを作っていってるところです。温泉地なんですけれども、はい、お風呂に入るだけではなくて街を歩いてもらおうということで。そうですね。例えばどういったところに行くんですか。まあ、私もお菓子をしているので、はい、うちももちろんなんですが、お菓子屋さんに、はい、はい、あと酒屋さんとかですね、米屋さんとか豆腐屋さんとかですね、もうありとあらゆるところに承諾をもらって寄っていくんですけども。楽しそうです、はい、参加された方はどうですか、その皆さんとの交流は。そうですね、なんかこうバラエティに富んでる感じなので、まあ面白いと最終的に言っていただいてるんですけど、まあ、まだまだ肉付けが足りないかなと。はい、なるほど。これからこの一日の温泉活性化協議会の皆さんでこのことに取り組んでいきたいなみたいなアイデアっていうのは何かお持ちですか。アイデアですね、はい、まあ、一日のはどうしても旅館等にしかこう大きなお風呂とかもなく露天風呂とかもないので、やはり先ほども宮野城湯田温泉さん言われて言ってましたけども、足湯が欲しいですね。足湯ですね。はい、なるほど。そうですね、なんとか民間の力でそこをやっていこうかなと。はい、一日ので足湯が楽しめる日が来るかもしれないと。そうですね、聞いてもいいですか。はい、街歩きをしながらちょっと足湯に行ってね。そうですね、はい、いやまた楽しみにしておりますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございます。弁天堂さんの谷口さんでございましたけどもね、はい、お菓子も美味しい、お菓子美味しいんですよ。はい、美味しいです。きびなごせんべい、ね、はい、そうそうそう、おすすめでございます、はい、さあそして、はい、はい、続きましては湯の本温泉に参りたいなと思うんですけれども、湯の本と書いて湯の本ですかね。はい、はい、そうです、湯の本です、はい、湯の本でございますか、はい、湯の本、湯の本温泉の中でも本湯、打ち込み湯というですね、2つの温泉が同時に楽しめるという、そういった温泉、運営会社の湯の本温泉株式会社、こちらの代表取締役新村和則さんとお電話つながっております。新村さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします、はい、まずこちら、はい、元湯打ち込み湯ということですが、どんな温泉なんでしょうか。ですね、はい、入湯料金が大人で130円と非常に安くて、はい、泉質の評判も良くてですね、はい、まあ、言われたように2種類の泉質も楽しめる、はい、もう地域の皆さんに本当に愛されている温泉だと思います、はい、これ2種類の温泉が楽しめるっていうことは、はい、温泉の中に2つの浴槽があると。2つ、もというとうちが、そうです、そうです、2つあるんです。あ、そうですか。これ元々は、はい、元々は別棟にあってですね、はい、ちょっとまあ30メートルぐらい隣にあったんですけどね、はい、それがもう一緒になったんです。あ、そうですか、はい、あ、そして先ほど私のご紹介の中で、湯の本温泉株式会社というふうに申し上げたんですが、はいはい、これは会社組織として地域の温泉を経営してらっしゃる。そうなんです。はい、当初ですね、はい、有志による組合だったようですが、はい、江戸時代はまあ一時期薩摩藩の島漬けの管理を経て、はい、今から80年前にですね、はい、会社設立いたしました。80年前に会社設立、まあ、そうです。これ会社組織としても、そう、まあ、考えるとですね、はい、早い時期から会社組織として温泉の経営を意識していたということが見えます。80年、はい、これまた歴史ありますね。そうですね、はい、そうです。お客さんはどんな地域からいらっしゃってますか。一番多いのはもちろん地元なんですけど、はい、まあ、一木九色の鹿児島市内からもたくさんお越しいただいております。お、まあ、湯の本というぐらいですから、この温泉地としての魅力もあると思うんですが、志村さんからご覧になられて、はい、この湯の本の温泉地としての魅力ってどういうところですか。やはり地元の人がですね、気軽に入れる雰囲気の温泉が複数あるということですね。
じゃあ元湯、内込み湯さんのようにこう、まあ、130円というのもまた安いなと思うんですけれども、はい、そういったその手頃な価格で入れる温泉がたくさんあると。そうです、あります。そうですか。一方で、まあ、今この鹿児島温泉戦国時代というお話を進めているところなんですが、はい、湯の本温泉としての課題というのは今どういうところにありますか。やはりですね、看板の整備やホームページでの情報発信などまだまだ他にもできていないことがたくさんあります。そういったところは先ほどの一日の温泉さんの話ともちょっと通じるところありますね。はい、今後の展開どういうふうに今お考えですか。今ですね、はい、あの湯の本80人会議というのが始まりまして、はい、まあ、少しずつ地域の皆さんが盛り上がっております。はい、湯の本温泉はですね、まあ、発祥がまあ450年ぐらい前と言われております。はい、そしてまあ先ほど言いましたように会社設立80年です。はい、それとも80人会議ですよね。はい、非常にこれをまあバネにというか契機にいろいろと取り組んでいきたいと思っております。なるほど、まあ、88といえば末広がりですし、はい、末広がりです、はい、ちょっといい形でですね、今後広がっていくといいですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。どうも。さあ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 、そして鹿児島温泉戦国時代電話中継6カ所目です。はい、はい、樽水です。樽水は貝方にある本格温泉旅館紅葉館ですが、あの貝方温泉再生会のメンバーとしても活動してらっしゃって、バーンもお世話になっております。はい、堀之内純さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。永山さんもいつもお世話になっております。いやいや、もうこちらは本当にいつもお世話になっております。ありがとうございます。はいはい、さあ紅葉館さんですけども、はい、私もですね、小さい時祖母と一緒に入りに行ったことがあるんですが。あ、そうなんですか。それは初耳でした。初耳でした、はい、今私も初めてここで言いました。あ景色がいいとこなんですよね。本当そうですね。風光明媚でですね、もうこれは、はい、はい、錦江湾と桜島、はい、そして何よりもまたお湯も素敵なところなんですけども。そうですね、本当に、はい、もう私仲間も小さい子はずっとそこにいますので、はい、もうこの景色やっぱりないとですね、本当にちょっと寂しく思いますよね。はい、もう地元でいらっしゃって。そうですね、はい、であの温泉もされていらっしゃるんですけども、はい、建物の中では、はい、美味しいものも食べられるんですよね。そうですね、はい、何が食べられますか。これはですね、はい、特製の堀からと言いましてですね、はいはいはい、桜島鶏を使った、はい、あの唐揚げなんですけども、ええ、はい、これがあのすごくあの好評をいただいております。これはあの堀からというとですね、はい、今や、はいはい、温泉ソムリエネットワークの中でもうこれはもう樽水といえばというです、ね、もうあそこに行ってこれを食べずしてみたいな感じですかね。噂は聞いております。そうですね、もはや鹿児島の温泉ソムリエの中では、はい、一つこの紅葉館さんっていうのはある種聖地と言ってもいいんじゃないかなと言いますのも、じゅんさん、あの、はい、温泉ソムリエセミナーを開催したのも実は、うん、そうですね、はい、あの昨年の4月にですね、はい、温泉ソムリエ認定セミナーというのをですね、はい、開催、させていただきましてですね、その時、今日の出演 の, あ の, の片山さんとかですね、はい、県内各地から約その時40数名、見えまして、セミナーが開催されたんですよ。はい、このレディオバーンにもご出演いただいた、まあ、バーンファミリーの、はい、尾脇市長も。そうなんですよ、はいはい、全国初の温泉ソムリエ市長ということで、はい、この紅葉館でのセミナーを受講されたんですよね。そうなんです、はい、はい、やはりあのそれだけ皆さんが温泉に興味を持ってもらったといいきっかけになったのではないかなと思いますけれども、そのあたり手応えとかいかがでしたか。そうですね、はい、まあ、私なんかやっぱりですね、もう普段からあの温泉入ってまして、はい、まあ、あの温泉のことが何でも分かるつもりでおったんですけども、うん、でも実際この本当に温泉ソムリエのこの認定セミナーを受けてみまして、はい、あ、意外と知らないことも多かったんだなっていうのですね、これ改めて感じまして、うん、で実際その、認定セミナーを受けられた方々もですね、はい、本当にあのこれを受けてよかったという感じであの書いていただきましたですよね。改めてね、いいとこだなとかもね、はい、実感しますよね。はい、そして堀之内さん、はい、貝方は今貝方温泉再生会というまさに温泉再生のための会が動いておりますが、そうですね、はいはい、あんまりただこれ直接温泉ということでもなさそうな動きもよく聞こえてきますが、最近はいかがですか。はい、まあ
いずれというかですね、はい、遠回りになるかもしれませんけど、はい、とにかくやっぱりこの貝型温泉、まあ、樽水ですね、はい、ここをとにかくアピールしようということで、いろいろ発信していくんですけども、はい、まあ、それも少しずつですね、本当に認知度の方も上がってきてるのかなとですね、思ってます。まあ、あとは、まあ、イベント型では今、成功しつつあるんですけども、はい、これを実際、この、地元の方にですね、まあ、経済としてこう、はい、つながっていけるようにまたなんか工夫していかないと、まあ、このままではただもうちょっと、自分たちの自己満足になってしまうので、せっかくでしたらやっぱりこの貝型樽水がこう活性できるようなですね、はい、そういう、活動を、まあ、今後とも、続けていきたいんですけどね。そういう意味ではイベントをされる中で、はい、課題も見えてきたというような今の時期。そうですね、そうですね、はい、はい、まあ、でもとりあえずはね、地域が盛り上がって、そしてまた貝型っていうところが、はい、まあ、知名度が広がって温泉いいところがあるんだよっていうの広がればね、そうですね、いいですよね。貝型温泉もですね、はい、本当に霧島、指宿に、次ぐらい昭和の初期はですね、はい、すごく賑わった温泉地というふうに私たちも聞いておるんですよ、はいはいはい、なので、まあ、本当その当時みたいというのは難しいかもしれませんけど、うん、まあ、本当に、貝型温泉に知らなかった人がですね、はいはい、ぜひ行ってみたいっていうのはですね、なんかそういう発信をしていってですね、うん、本当にちょっと逃げてくれたら本当に思うですね。はい、わかりました。これからもぜひともよろしくお願いしたいと思っております。はい、はい、ありがとうございます。また何か情報ございましたら順番に、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。最後は本格温泉旅館紅葉館の堀内潤さんでしたけども、中山さん、はい、6箇所つなぎましたよ。いや、うん、どうにかこの8時台で、はい、入りましたね。入りました。収まりました、はい、しかしこれいろんなところをお聞きしていくと、はい、片や、堀からのように、うん、食の名物ができているところではこれから面の展開を、はい、経済をと、うん、一方で、まずは地域の皆さん一致団結して、お土産から食品からと取り組みたいという市美温泉もあると、はい、で一方で、例えばホームページやマップ作りという足元からという、滝温泉や一比の温泉や湯の本温泉と、はい、それぞれの今の、はい、ポジションといいますか、うん、向かう方向性というのが少しちょっとクリアになってきましたね。うん、なんとなくこう共通している事情としては、その温泉施設の方はもちろんなんですけれども、それ以外の方の意見も結構入っているということですね。そうですね、でそれぞれの地域でそういった温泉を盛り上げる組織が生まれてます、うん、はい、よかゆ協議会が、はい、滝温泉、ね、はい、それから一比の温泉も一比の温泉活性化協議会、湯の本温泉でも湯の本温泉未来80人会議、樽水でも貝型温泉再生会と、うん、こういうところのこういう組織組織の戦いにもなってくるんですね。戦国時代ですからね。戦国時代ですからね。もう極力煽るような言い方ですね。組織戦ですから、ね。させていただいてますけども、いや、こうやって見るとそれぞれの色合いや、うん、このお電話をつなぎするだけでも温泉地の個性というのが見えてきますね。そうですね、見えてきましたね、うん、はい、そしてまた皆さんがもっともっと何かないだろうか、何かちょっとまた取り組んでいきたいんだけどというその姿勢が伺いすることができて、ね、はい、楽しくなってまいりました。なんかこう楽しんでやってらっしゃるなと思うのは宮之城温泉ですけどね、うん、そうですね、フロノミクスプロノミクスですね、はい、プロノミクス、はい、はいはい、3本の矢の3つ目も気になるところですけども、はい、秘密ということでした、はいはい、ということで、ね、県内6カ所の、温泉地域、武蔵さんからのおすすめの温泉地域をお電話でつないでいろいろとお話を伺ってまいりました。まずはとりあえず皆様週末温泉に参りましょう、温泉入りに行きましょうということでございました。それでは曲を1曲参りましょうね。ザ・ブランニューヘビーズで Get On。
曲はブランニューヘビーズでゲットオンでございました、さあ今日のレディオバーンですけども、前半は温泉ソムリエアンバサダー武蔵さんからのご紹介で県内の6地域の温泉地の皆様にお電話をつないでてお話を伺いました。はい、はい、これから少しずつこの鹿児島温泉戦国時代を盛り上げていきたいなと思いますので、今日ご紹介、ご登場いただいた、各温泉地の皆さんには、はい、今後この温泉シーズンに向けて、またご登場いただく機会が出てくると思いますので、その他の地域の皆さんも、そうですね、私のところも、はい、はいはいみたいな、そうですね、はい、旗をぜひ掲げていただいて、はい、ぜひ参戦お待ちしております。お待ちしております。はい、はい、さあ9時台ですけども、9時台は島ビズ、はい、下甑編ということでお送りしたいと思います。はい、はい、下甑島地域おこし協力隊の関美穂子さんが取り組んでいらっしゃいます、古道再生プロジェクト。古道再生、うん、古い道という字を書きます。はい、この再生プロジェクトについて、この取り組みが、地域おこし協力隊としての任期を終えても地域でずっと続くために、うん、小さな額でいいので、ビジネスとして、収益を上げるためにどんな方法論があるかなということを、はい、島の中の皆さんと島の外から応援している人たちが力を合わせて、作戦会議をする、はいはい、こちら島ビズですが、つい先日、うん、無事開催できまして、その模様とですね、どんなアイデアが出てきましたと、いろいろアイデアが出たそうですね、はい、ご紹介、そして、実際にゲストとしてご参加いただいた関美穂子さんのお声も今日はお届けしたいなと思っております。はい、はい、この後10時まで生放送レディオバーンは続きます。ユーストリームでも配信中です。 MBC のホームページからアクセスよろしくお願いいたします。みんなでレディオバーン楽しんでください。時刻は午後9時を回りました。レディオバーン、お相手は私柴里美と鹿児島天文館総合研究所天ラボの永山義隆と FM 薩摩仙台の上垣裕介です。はい、9時台も引き続きレディオバーン生放送でお送りいたします。はい、はい、ちょっとこう熱が冷めやらないんですけども、はい、温泉戦国時代ということで、はい、8時台後半お電話でつなぎましたが、もう語っているだけで熱くなってきますね、はい、ポカポカな感じに、はい、なりましたけども、はいはい、もう一つですね、まあ、ポカポカと言いますが、はい、まあ、ちょっとヒントとなるようなことのお話でもあるかと思います、はい、島ビズです、はい、下甑編で島ビズというのを永山さん、はい、丸々ビズというお名前、はいはい、これビジネスのビズなんですけれども、はい、実はこのレディオバーンでも一昨年、はい、天ビズというですね、天文館ビジネストークセッション天ビズというイベントとのコラボレーションで、いろんなアイデアや企画の会議をやってまいりました、はい、例えば市電の活用企画会議やりましたね、はい、それから、牛ジンガーブラック、はい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 、こちらの PR の作戦会議をさせていただいたりいたしましたけれども、はいはい、街中の大学生や社会人の持っている経験や知識や、うん、センスをですね、地域のいろんな課題解決のために活用してみませんかと、はい、そういったようなイベントとして天ラボが開催しているものになります。
今回はこの天秤図の、まあ、姉妹版といいますか、はい、島だけに姉妹版といいますか島だけに、はい離島に関する課題解決を、はい、街中の大学生や社会人の方々の力を借りて議論しましょうというような企画になりました、はい下甑島で地域おこし協力隊として活躍するこの番組でももうおなじみです、関美穂子さんをゲストにお迎えをして下甑島で取り組んでいる鼓動再生プロジェクト、はいこちらのお話をお聞きするとともにこの事業のですね収益化に向けたビジネスモデルをみんなで考えますとこういう取り組みをですね、はい開催をいたしました9月の21日の日曜日に開催しました、はいはい当日はですね15名ほどのお客さんいらっしゃいまして、はい下はですね21歳から、はいはい上は30代後半ぐらいまでですね、はいはいかなり多様な年代の方々に40代後半の方でしたね多様な年代の方々にお越しいただいて、いろいろとディスカッションするんですが、うんその日のですね1日の流れを申し上げますと、はいはい、まず一番最初に、まあ、趣旨のご説明と全員での自己紹介をして、はい、その後にそもそもこの下甑島がどういう島で、うん、この鼓動再生プロジェクトというのがどういうプロジェクトなんですというご紹介を関さんにしていただきました、はいはいはい、そしてその後、まあ、ビジネスモデルの基礎ということでですね、はいはい私が少しだけこのビジネスモデルを考えるときにどういう切り口がありますよというご紹介をさせていただきました、はい今切り口として、はい例えばお客さんから考える、はい、お客さんの立場から考える、はいはいはい、それから、競合がどういうところかなという切り口から考える競合、はい近いサービスを提供しているライバル会社や、はいはいはい、ライバルになるようなサービス、はいはいはい、こちらと比較しながら新しいサービスを考えてみるとかですね、はいはいもしくは、自分の会社もしくは自分の団体自分の取り組みの延長線上でどんなサービスができるかを考えるということで、うんうん、お客さんから考える自分の持っている資源から考える、はい、そして、競合ですねライバルから考えるこの3つの切り口と、はいもう一つは、まあ、商品の構成要素というのが4つありますよという話をさせていただいて、はいまあ、1つが価格ですね、はいはい2つ目が、商品サービスの、まあ、実際のものですね、はいはい、そして、3つ目が、どういうルートで売りますかという、まあ、販売の流通方法ですね、はいはい、そして4つ目が、まあ、PR、うん、どういうふうにそれを知らしめますかというような、まあ4つほどの切り口と3つの、そのビジネスの主体という、はいところをご紹介をして、皆さんが一番考えやすいところから、はい、ちょっと新しい商品サービスを考えてみませんかというご提案をさせていただいたと、まあ、そこまででだいたい45分ぐらいですね、うん、その後、はい1時間で真剣勝負で考えましょうということで、うんこの下甑島の鼓動再生プロジェクト、はい、15名が、3つのグループに分かれて、ディスカッションを始めたんですけれども、はい1時間経ってもですね、うん、なかなか議論が収まらず、はいはいゆるゆると各グループそれぞれに延長を始めてですねもうちょっと時間が欲しいということですね、はい、いろんな事業のアイデアがたくさん出たということですねそうですね、かなりいろんなアイデアが出て、まあ、あとは、まとめるのがやっぱり結構大変で、はいはいアイデアとしてはたくさん出るんだけれどもそれをじゃあどういうふうにビジネスモデルに集約することができるかなと、ね、なるほどはいいうところで、はい最終的にカチッとこれでいきましょうというふうに一つのモデルに絞り切れたところが一チーム、うんはいはい、他はですねパラパラとたくさんのアイデアの種を生み出してくださったというような、うんなるほどはいまあ、それもそれで一つ聞いている側にとってはすごく参考になるなとそうですよ、ねはい、いうようなそんなアイデアがたくさん出てきたところですね、うんその中でじゃあどんなご意見が出てきたかというご紹介なんですが、はいはいはい一チームこれでいきますというまとめ上げたチームがですね、はい下甑島タイムトラブルツアータイムトラブルツアー、はい、トラベルではなくタイムトラベルではなくはタイムトラブルツアーということでですね、はいはい、この鼓動再生、古い道下甑島の青瀬という集落から、瀬瀬の浦という集落へ、つながる古い道なんですけれども、はい、ここの道すがらに、うんまあ、様々な困難困難、はいはい、に向き合っていく中でさまざまなトラブルが発生しますと、はいはいはい、そのトラブルを解決する手段を知っている島民の方々が、はい、それをサポートするように配置されているという、はい、
なるほどですね。まあ、そうすることによって、はい、まあ、1日のイベントなんですが、はい、この古い道、古道を通して、その古道のポイントポイントでどういうふうにその道が使われてきたのかという文化や背景や歴史が感じられるとともに、はい、実際に島の皆さん、地域の皆さんとのコミュニケーションも図れるというですね。そうですよね。お話ししたりとか聞かないといけないですからね。はい、そういう提案が出てきまして、はい、ある意味その道そのものを展示にしてしまおうというような、そうですね、そういう発想ですか。はい、なるほど。これはもう何でしょうね、こう島全体が一つのジオラマみたいになってくるかなという気もするんですけど、置いてあるのはこう展示物ではなくて実際の島民の方々ということですね。はい、まあ、そういったような提案は確かにこれは行ってみたいなと、はい、見てみたくはあります。見てみたくはありますよね。歩いてみたいです。そうですね、まあ、こういったような提案が出てきたり、はい、これがまあ一つのチームからのご提案でしたね、はい、それ以外には、まあ、いくつかアイデアの種が出てくる中で、例えば、加害ありますよね。はい、はい、もう下越島といえば、言えば加害みたいな、加害みたいなものがところがあると思いますけれども、うん、この加害をですね、山歩き用の加害セットみたいな形で、はい、はい、山を歩くのに必要なセットを加害に詰めて、でこれを時間いくらという形でレンタルすると、はい、加害をレンタルする。そうですね、あのしょいこみたいな、しょいかごみたいなのをレンタルする、はいはいはい、でこのしょいかごをレンタルして、しょいかごでこの山道を歩いてみるという体験もセットにして売り出していくと、はい、するとそこからですね、はい、いかにこの加害というものを話題にしていくかという話に広がっていくわけですね、はい、そうするとこう天文館でゲリラ的にいろんな人が加害を背負ってるような風景が天文館に加害は合いますかね。合います。いや、そのミスマッチが逆に、ね、今日は何の日かなみたいな感じになりますよね。今日加害の日か、加害の日かなみたいな、加害の日、はい、なるほど、まあ、そういうような方向にですねちょっと話が広がって、いったり、はいはい、まあ、それから、まあ、実際にこれビジネスモデルということで、はい、いかにこうお金を落としていただくポイントを、ね、スポットを作っていくかというお話でいきますと、うんうん、やっぱり衣食住ですよね、うん、と、はいはいはい、いうお話で、例えば、住で言いますと、住むという場所で行きますと、まあ、空き家を回収してゲストハウスにするだとか、はい、山小屋を整備するだとか、いろんなご意見出てくるんですが、食というところで行きますと、はい、例えば駅弁ってありますよね。駅弁ありますね、はい、で最近だと空弁ってありますよね。ありますね、空港で売ってる、はいはい、そこにフェリ弁ってどうでしょう。フェリ弁、はい、とはこれはフェリー弁当ですね。船ですね。船弁当ですね。船でお弁当食べます。はい。なるほど、そういうようなサービス、はい、で、まあまあ、そういったお弁当の包み紙とかで、はい、この古道を PR するとかですね。はい、包み紙がマップみたいな感じになって、ね、また行きたくなるような包み紙になってると。はい、そなるほど。あの、はい、タイムラインの方にですね、はい、加害とはっていう質問もいただいておりますので、はい、ちょっと加害の解説を。じゃあ加害の解説を、はい、先生、はい。加害というのはですね、はい、形状としてはしょいかごになっておりまして、はい、古式島の方ではこれを加害というふうに地元の方が古く呼んでいるというものになります。もともと藁を編んで、網目がしっかり見えるぐらいの粗さで組み上げられた、うんうん、ランドセル状のバックパックのようなものですね、はいはい、ただこれが、島のおじいちゃんおばあちゃんそれぞれに少しずつ編み方のオリジナリティがあって、うん、家々ごとにマイカガイみたいなものが、引き継がれていっているとそういったようなしょいかごでございます、はい、じゃあカガイを見たら あの人のカガイみたいなのがまあ分かられる、そうですね、っていうことですかね、はいはい、古いカガイは本当にこう、はい、折り目がきめ細やかで中にイラストが縫い込まれているようなですね、そういう非常に技巧派の加害も残っております。で今は下越島では加害政策委員会というですね、はいはい、加害を作るという技術を伝承していこうという、まあ、そういったような動きも始まっているという、なるほど、はい、そういった商品でございます、はい、それをまあ使って、まあ、天文館でちょっとこうゲリラ的に練り歩いてみると練り歩いてみるとか、はいはい、そういったような、うん、まあ、そんなようなアイデアがですね、はいはい、まあ、無数に出てくるということですね、はい、いうところでございます。でこちらをですね、実際にご参加いただいた参加者の声、こちらをちょっとお聞きいただきたいなと思いますので、こちらをどうぞ。滝さん、はい、この感想お願いします。久々に参加したんですけど、またいろんな人と知り合うことができて、まあ、前ちょっと自分が語った古式島でいろんな頑張ってる人がいるっていうのを再確認できたのが良かったです。はい、ちなみに今日どんな提案を、今日はですね、婚活ツアーをやったらどうかっていうのを提案しました。手応えありましたか。
あ、反応は良かったと思いますね。あともこれちょっと個人的に、まあ、スポーツを下越アクアスロンという運動の活動をする場所だという場にどんどんなってほしいなと思ってて、まあ、トレイルランとかもやったら面白いなと思いました。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。いかがでしたか。こうやって県内で地域おこしのことを思ってる方々と集まったことは、まあ、すごくいい機会だと思ってました。関さんのお話ってどんなことを感じました。そうですね、私もあの地域のことを課題をクリアしていくことですごく同じことを思うような、まあ、共感を得られるところがたくさんありました。今日はチームはどんな提案をされたんでしょうか。まずはそのどういう人たちに島に来ていただきたいかと、まあ、そこの掘り起こしでした。具体的にはどんな可能性がありそうですか。そうですね、古式島というと、3つの島から成り立っていると思いますので、そこの、古式島としての売りを出していくことが大事かなと思いました。ターゲットはどんなところになりますか。例えば上古式だと若い人たちが集まるというところで、下古式になると、じゃあ上古式が若い人、そしたら下古式はやっぱり中年層の方々をターゲットにした何かを、売り出していくことが大事かなと思いました。今日のこう取り組みで今後ご自身のお仕事に生きてくる部分はありそうでしたか。そうですね、私の住んでる町と、まあ、ちょっと似たような、自然がたくさんあったり、まあ、海も山もあるというところでお互い刺激し合って、まあ、活かせる部分はたくさんあるかと思います。はい、ありがとうございました。いろいろアイデア出ましたね、婚活、はい、そしてまたアクアスロン、はい、はい、アクアスロンとい うトライアスロンの中で、はい、自転車がない版ですね、走って泳いでという、はいはい、そういう競技がすでに下越島では開催されていて、ね、スポーツの拠点としても、まあ、今後注目されていく可能性がありますので、提案の中にはこの古い道をトレイルランニングというです、ね、はい、山道を走る競技にどうでしょう。山道を走る、はい、それから婚活というアイデアも出てまして、はい、これは、男が、荷物を背負って食品を背負って青瀬という片方の集落を出発すると、はい、結構スケールが大きい。そうですね、婚活入れですね、はい、そして女性陣は、はい、到着地であるせせの浦の、はい、学校跡で、食事の準備をして待っている。おなんかある意味トレイルランも含んでるみたいな感じのイベントになってますね、はい、でそこで、食料を持ってきたぞというような出会いを演出するというようなアイデアも、まあ、面白いかもしれない、はい、非常に湧いておりました、はい、まあ、そういったようなアイデアで、一方でお二人目の方、はい、おっしゃっていただいてましたけれども、はい、ターゲットはどこに設定するか、そして、他の島内との連携をどう図っていくかと、そういったようなテーマもですね、今回の議論の中にはその都度上がってきております、まあ、そういった部分を下越島での実際に今後の取り組みに生かしていただくという意味でもいい場だったんじゃないかなと思います。それでは、はい、いろいろアイデアがね、はい、出ておりますが、はい、今回ゲストでお越しいただきました関美穂子さん、なんと今お電話がつながっておりますので、はい、ちょっとお話を聞いてみましょう。関さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします、はい、今実際に島ビズの模様をお届けをして参加者の方々の声も聞いていただいたところなんですが、関さん、まず率直にいかがでしたか、島ビズ。いや、嬉しいなっていうのが率直ですね。はい、事前にはどういう期待を持って参加されてましたか。もともとその島の皆さんと一緒にやっているプロジェクトなんですけど、はい、どうしてもこうどうやってこれからビジネスとしてお金を回していくかっていうところでアイデアが足りないなっていう感じだったので、そこの中で島外の本土のいろんな環境に背景のある人に意見をもらえたらなっていう思いで参加しました。はい、実際に多くの方々に15名近い方々にご参加いただいて、たくさんのご意見いただきましたけれども、アイデアが出ましたね、はい、いかがでしたか。思ったよりも皆さんすごくこう思ってたよりさらにこう白熱したり真剣に、それってそもそもターゲット誰なのとか、人口って集落何人いるのとか、ちゃんと根っこの方まで理解してビジネスモデルを考えようとしてくださってたのがすごく嬉しくて心打たれました。はい、
そして今回は、実際にこのワークショップとして、島ビズ鼓動再生プロジェクトを皆さんで検討していただいた後に、ちょっとしたワークショップも開催されたということで、関さん、はいはい、どんなワークショップが？はい、ワークショップは皆さんで下甑島の名産のキビナゴを手でこうお刺身にする手開きのワークショップだったり、はい、あとは高エビというさつま甘エビ、大きな甘エビのようなものをお刺身にするというワークショップをしました。はい、実際に、はい、された方いかがでしたか？どんなことをおっしゃってましたか？鹿児島県外からいらっしゃった方もいらっしゃって、はい、キビナゴ鹿児島で手開きするって聞いてたけど一回もしたことなかったって言って一緒にされたりとか、はい、あとは参加者の方の中に飲食店 の, あのお料理をされてる方がいらっしゃっていて、私も知らなかったんですけど、高エビはこうやってここが一番美味しいんだよみたいなマル秘情報まで皆さんとお話ししてくださってとっても勉強になりました。楽しかったですね。いや楽しかったです、美味しかったです。いや私もその場に居合わせて、はい、この料理をの段取りを共有すると、うん、こんなにもチームワークが芽生えるのかというぐらいに、なるほどね、一つになりましたね。その後、その、あの婚活というアイデアの一つの中のね、あの織り込む要素にもなりますね、料理の段取りということではですね。はい、関さん実際にアイデアの中で、はい、これはちょっとこれは可能性ありそうだぞというようなものもありましたか？はいはい、そうですね、やっぱりそのまず考えなきゃいけないけどうまく固められてなかったっていうところはもう早めに地域の皆さんと一緒に話さなきゃなっていうのもありますし、はい、私個人的にあのタイムトラベルプロジェクトとっても楽しそうと思うので、また 2,3 日後にあの地域の皆さんとこの島ビズの振り返り共有をする会があるので、その中でちょっと押していきたいなって思います。おー、なるほど、はい、まあ、実際にこの島ビズご参加いただいた方からのアンケートでも結果がどうなるのかすごく気になりますっていう話をですね、いただいてますの で、関さんぜひちょっと今後も鼓動再生プロジェクトの行方については教えていただければと思いますので、はい、うん、そうですね、はい、逐一続報を、Facebook ページもございますのでお届けしたいと思います。はい、ぜひぜひ。下甑島鼓動再生プロジェクト、これは助八鼓動を歩こう会。はい。はい。本番が来年の2月8日予定です。はい、2月8日の予定ということですね。はい、日曜日になりますかね。はい。はい。はい、これは今後ホームページ等で、詳しい情報が、そうですね、少しずつ出てくるということで、はい、今内容とポスターを作成中なので、もうしばらくお待ちください。はい、楽しみにしてます。そしてまたどんなアイデアが採用されたのかもですね、楽しみでございます。はい、またまたあの情報を寄せくださいね。はい、はい、ありがとうございます、関さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。地域おこし協力隊の関美穂子さんでした。長山さん、はい、いろんなアイデアが出るとやっぱ楽しくなりますね。そうですね。そして、はい、もう香りも音楽も、はい、すべて甑島に染まる4時間ということでですね、天ラボのオフィスで開催したんですが、はい、翌日もですね、はい、その翌日ぐらいまで、はいはい、このエビとキビナゴの香りが、はい、あ、なるほど、はい、手開きワークショップ手開きワークショップの香りが残るという、まあ、そういうおまけもついてくるというですね、はい、いいじゃないですか、はい、まあ、でも五感を使って島を体験できると、うん、その先でこのいろんなアイデアも幅が出てくるなというのは今回改めて見えてきましたので、ちょっとこの島ビズシリーズもですね、はい、今後もやっていきたいなと思いますので、はいはい、でレディオ版下甑島も応援いたしますので、はい、ぜひよろしくお願いしま す、はい、します。じゃあここで一曲参りましょう。クリス・コーリーでシーキャンと Take My Love。
クリス・コーリーで She Can't Take My Love でございました。はい、それでは突然でございますけども、はい、スタジオにははい、なんと、はい、中山さん、島ビズにもちょっとだけ関係のある、はいはいはい、そしてまた、レディオ版は離島応援団ということで、はい、島々応援してますが、はいはい、甑島から、はい、重大なお知らせとともに、はい、お客様がお見えになられました、はいはい、山下健太さんです、はい、ようこそ、こんばんは、重大なお知らせとともに、はい、はいはい、重大なお知らせとともに、はい、すごいハードル上がってますね、もう発表しちゃっていいんですかね。行きましょう。もう早速、はい、早速、はい、皆さん10月2日といえばもう皆さんご存知豆腐の日ですよね。10月2日豆腐の日、豆腐の日、はい、はいはい、そうですね、10月2日、はい、はい、その10月2日、はい、豆腐の日にですね、鹿児島市の天文館マリアガーデンズに山下商店の豆腐直売所がオープンします。うわー、おめでとうございます。いやー、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。鹿児島市で山下商店の豆腐が買えるということですね。これは今まではイベント的に1週間とか、はい、毎月月曜日とか、はい、毎週月曜日とかっていう出店をされてましたが、はい、これは10月2日豆腐の日のみということではないですよね。ではなくて10月2日から毎日、はい、マリアガーデンズが空いている日は毎日買えるという。ということは山下さんは甑島で売られる分、うん、プラス、うん、はい、マリアガーデンズ販売用の豆腐も作ると、はい、そうです。そうですね、はいはい、これはまたチャレンジングなそうですね、はい、取り組みに、はい、なってきましたあ、でもね、鹿児島市内での初出店、うん、はい、いかがですか。いや、そうですね、はい、やっとまあいろいろ契約等も終わって、はい、まあ、まさにさっきだったんですけど、はいはい、なんかこう初めて、うん、あ、なんかどえらいことを今やってるんだなっていうのをやっと今こう少しずつ実感してきたっていうか、うん、最初はなんとかあのしていこうというか、こう大丈夫だろうと思ってたんですけど、いろいろ今になって不安になってきましたねでもその不安な部分もね、これからですから。そうですね、10月の2日から、はい、ね、楽しみなところではありますよ、はい、うん、今スタッフの皆さんは はい、どんな反応ですか。多分みんなもピンときてないと思いますいや、なんか新しいお店できるんだなっていうのは分かってるんですけど、はい、うん、まずそもそも僕がピンときてないので、多分スタッフもいまいちピンときてないけど10月2日になったらガラッと飲み込まれるみたいなそうですよね、はい、もうお店始まりますから、はい、そういうことになると思います、ね、だから実際島の皆さんはにはもうお伝えされてますか。いや、まだですね、お、はい、だからもうここが、まあ、あの、まあ、あの近いし人たちにはあの、うん、オープンするかもっていうのでお伝えしてたんですけども、はい、でももうこのレディオバーンが初めて、ね、発表いただいたという場でございます、はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。しかし10月2日ですからね、うん、もう1週間切ってますからね、うん、はい、あと4日5日ですね、はい、準備は大丈夫そうですか。いや、ちょっとわからないですね果たして本当にオープンするのかっていうのを見に来てもらえたらまあ豆腐の日ですからね、さすがにこの日に欠品出すわけにはいかないですもんね怖いですね1年で一番豆腐が出る日かもしれない日ですから ね、この日は食べたいと思ってらっしゃる方も ね、はい、船が欠航しないのを祈ってください。確かに、そうですね、というまあ条件付きの営業の部分もあるんですけども、あ、はい、まあ、本当に甑島で作って甑島から届けるという、そうですね、あ、まあ、そういった大前提のもとにオープンしてます。毎日船に乗せて鹿児島市まで運ぶわけですね、はいはい、そうです。なるほど。ちなみに山下さんも店頭に立つこともある。あります、はい、でもほとんど僕自身がもう天然記念物みたいな感じになるので、いたらラッキーみたいな、はい、出会えたらもうラッキー、奄美黒うさぎ的な感じですね、うん、出会った出会ったみたいな感じです、はい、毎朝原則としては、はい、
上甑島の工房で豆腐を作るのは山下さんの仕事、はい、そうです、はい、で配送をあとは別の業者さんにですね、はい、お願いしてマリアガーデンズに届けてもらうと。でもその仕組みを作るのも大変だったと思いますけど、はい、ねえ、はい、やっぱりそのルートに乗せるっていうのはいろいろちょっと細かい部分ってのはやっぱありますよね。そうですね、いろんな業者さんとのやり取りとか、またご自分でも豆腐を作ったりとかもありますから、はい、その分道のり大変だったんじゃないですか。そうここまでに来る間ですね、もう寝てる時もずっと考えてるみたいな、寝言でずっとなんかこうなんか言ってたよみたいな、豆腐作ってたみたいな次の日言われたりするんですけど寝言で豆腐作ってたそうですね、もともと甑島から天文館のマリアガーデンズに行く流通のルートって全くなかったので、うんうん、ちょっと今それをなんとか今間に合わせられるかなっていうところまで最後の最後に来ました、うん、はい、ちょうど今から2年前の秋に、うん、島の食卓展、はいはい、2012というのがこのレディオバーンが島シリーズをのイベントを応援する一番最初が、はい、マリアガーデンズでの開催、うん、その当時はまだ豆腐屋さんではなかったですね、はい、ですよね。その時からいかがですか、ここまでの足並みを。いやー本当にもういろんな人に恵まれたっていうか、いろんな人に、まあ、こうしてラジオで応援してもらえたりとか、ラジオを通じてお客さんがラジオ聞いたよって言って遊びに来てくれたりする中で本当に縁が広がっていったなっていうのを実感していて、まあ、もちろん自分たちの思いもそうなんですけど、周りの皆さんの思いにつられて自分たちも成長してきたかなという感じがあります。これから、おそらく多くの方が、鹿児島マリアガーデンズ、これ地下1階ですかね。はい、地下1階です、はい、豆腐を買いにいらっしゃると思うんですが、うん、どんな豆腐を届けたいなと思いますか。そうですね、まあ、これからも変わらず美味しい豆腐を、まあ、美味しいっていうのはもう前提に販売するんですけれども、はい、やっぱり島の雰囲気とか、まあ、甑島のことをですね、ぜひスタッフに聞いて、お店のですね、店員に聞いて、山下商店を通じて、あ、甑島に行ってみたいなとか、うん、甑島のもっとこういうとこ知りたいなとか、そういうことをですね、まあ、豆腐以外のところで、はい、楽しんでもらえるというか、うそういう場所になったらいいなと思ってます。豆腐を買いに行って、そして私も甑島のことも発信して分かってもらいたいというですね、そのまた雰囲気が分かると、また買い物をされる方も嬉しいですよ。そうですね、うん、毎回地下1階を覗いて、うん、健太くんいるかな、はいはい、会えたらラッキーです。そうですね、はい、そういう風な楽しみ方もまた増えていきますね、はい、いやー10月ですか、はい、豆腐の日、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。行きますね。はい、はい、お待ちしております。ありがとうございます。今日本当お忙しい中ありがとうございます。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 山下健太さんでした。
曲は D インフルエンスで Rock with you featuring ジャン X エスクワイヤでした。さあ、ここからのお時間ですけども、来週は、レディオバーンは4年目に突入いたしまして、MBC ラジオも新編成でございます。本当に皆様ありがとうございます。はい。そして、放送日などはこれまでと変わらず毎週土曜日の今のこの同じお時間午後8時から2時間の生放送、はい、そしてユーストリームでも合わせてということなんですけども10月のラインナップご紹介をいたしましょう、はい、10月もバーンしちゃいます。そうですね、はい、10月の、1回目の、はい、第1週の放送なんですけれどもゲストに砂田光輝さんをお迎えして、はい、町の可能性を考えると題して、熱い方のバーンでお届けしたいなと思ってます。熱い熱いバーンで、はいはい、で砂田さんというのは、はいはい、砂田さんはですね、九州を拠点に福岡を拠点に鹿児島県内でも各地で地域づくりに関して観光のアプローチそれから、施設整備というアプローチ、はい、それからコミュニティ形成というアプローチ、さまざまなアプローチで地域の魅力を発信したり高めていったりそういうようなことをお仕事にされている方ですね、はい、最近ですと、はい、市木串木野市の端島に完成しました、はい、薩摩藩英国留学生記念館のプロデューサーのお仕事も務めていらっしゃいましたですね、はいはい、私もあの生中継でお会いさせていただいたんですけれども、はい、お話面白かったんですよ、はい、来週ちょっとあの隠れたエピソードなんかもお話、ねはい、いただけると思いますんで鹿児島県内でも今まさに動いている地域、はい、たくさんこの砂田さんが関わってらっしゃいますから、例えば長島町、はい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 、それからまあ市菊式野の話もありました、はい今志布志の方でもこの砂田さんのを巻き込んだといいますかね動き始まってます。それから神町地区、はいはいはい、神町地区もこの砂田さんがアドバイザーとしてこの町づくりに関わってらっしゃると。神町地区、はいはい、そうです。え私地元そうなんです。はいはい、あらそういったところでですね、はい、今鹿児島でこれから、うん地域づくり盛り上がっていくぞというふうに盛り上がっている地域、うん、よくよく紐解いてみるとこの砂田さんのお名前が、はい、それから甑島でもですね、はいちょっとこの砂田さんの お仕事として一部入ってらっしゃるところもあるということで、うん、このレディオ版がご紹介している地域とも縁のすごく深い方です、そしてこの歴史的なアプローチから観光というアプローチそれから地域の皆さんとの、まあ、住民参画という目線でも地域のことを深く考えていらっしゃる方ですから、うん、これはですね、はいはい、また東川さんに並ぶなるほど、はい、ビッグウェーブの予感がいたしますね、はい、ビッグウェーブ、はいはい、どんな話が起きてきるんでしょうかね、はい10月4日は町の可能性を考えるということで砂田光輝さんにお越しいただきたいなと思っております、はいはい、そして11日ですが、はいはい10月11日は2本立てでお送りしたいなと思っております、はいまず前半鹿児島のホテル旅館事情パート3ホテルニュー西の西野由紀子さんにお話をお伺いします。はい、はい鹿児島のホテル旅館事情というところで、申しますと鹿児島では、ホテルゲートイン天文館の、うん、崎本社長にお越しいただきました、はいそして、パート2ではですね指宿コーラルビーチホテルの田原佐子さんにお越しいただいて、はいまあ、デザインの話も含めてですね、はい、面白かったですね、はい、お話をお聞きしました。今回は鹿児島のホテル旅館事情パート3ということで、鹿児島市天文館にありますホテルニュー西野、はいはい、こちらの西野由紀子さんにお越しいただきたいなと思っております、うん、このホテルニュー西野ですね、はい、面白いです。そうですか、はいこの天文館の、うん、かつては映画館があったありましたね、はいはい、一角に今ホテルとして、運営していらっしゃるところなんですが私もちょっと現場拝見すると、はい、そこかしこに映画館の面影が、うんうん、あるんですね、はい、建物にですか。そうですね、はい、で実はここですね、またちょっと本編をお楽しみいただきたいんですけれども、はい、ちょっと屋上を覗いてみると屋上、はいはい、昔映画館であったからこそ残るあれやこれというのがですね、それは見に行ける場所にあるんですか。ですね見に行けるというよりはちょっと離れたところから、うん、ホテルニュー西野さんを眺めてみると、うん、あなるほどなとそういった
ものがあったり、はい、いたしますので、これはその、まあ、リノベーションという動きもですね、今この建物を新たに使い道を再検討するということで捉え直されている、そういう界隈もありますけれども、ちょっと今回は、鹿児島のホテル旅館事情パート3ということで、はい、ホテルニュー西野の西野由紀子さんに前半お話をいただきたいなと思います。はい、そして10月11日の後半なんですけれども、はい、鹿児島ソーシャルデザイン会議、ソーシャルデザイン会議、はい、はい、こちらにですねちょっと潜入取材をしていきたいなと思っております。はいはい、このソーシャルデザインという概念はどういったものですか。はい、はい、より良い社会を作るために、はい、多様な主体が共同する、うん、はい、まあ、そういうような考え方です。はい、なかなかですね、うん、この言葉で説明するのも難しいんですけれども、このレディオバーンでもいろんな地域の取り組みをご紹介しながら、より良い形や、はい、地域にとって、何でしょう、地域の課題を解決しつつ、それが無理のない形で地域の中に根付いていく、うん、そういう地域の新しい形を組み立てていく、はい、それってデザインですよねと、うん、はい、いうことで、はい、ソーシャルデザイン、社会をデザインする、社会課題を丁寧に組み立てていって解決の方法をみんなで模索していく、そんなような動きが今年鹿児島市の方で、鹿児島市の市民共同課さんがですね声かけをされて、NPO の方々や企業の方々や行政の方々、はい、その3社のそれぞれの立場から、10名ぐらいの方々が集まられて、この地域課題に対する解決策をそれぞれの立場を超えて、はい、連携できる方向性を模索してみましょうと、ほうほうほう、そういうようなですね会合が今年の10月から持たれるということで、はい、ちょっとそちらに潜入して、このソーシャルデザインという考え方について、はい、ちょっと今回番でも追っかけていきたいなと。はい、はい、11日は、2本立て、2本立てでいきます、はい、ですね、はい、はい、そして18日、はい、10月18日は離島応援団スペシャルということで、はい、これまで、レディオバーン離島応援団では、種子島は西之表市中割生姜山農園、はい、それから甑、島は、上甑の里集落、山下健太さんや、はい、先ほども下甑島の、はい、関美穂子さん、はい、はい、そしてトカラ列島は宝島や中之島の話題をお届けしてきましたが、はいはい、離島応援団新シリーズとしてですね、はい、はい、さらに応援する島々をちょっと増やしていきましょう、うん、はいはい、島が増えるわけですね、はい、いうことで、屋久島、屋久島登場します。屋久島初めてですよね。そうですね、はい、はい、屋久島ではですね里巡り推進協議会という、はい、里巡り推進協議会、屋久島というと、はい、山岳ガイドって有名ですよ、はい、そうですね、はい、一方で、登山だけじゃない屋久島の魅力を里を巡ることで感じてほしいというですね、この里巡りという取り組み、はい、実はバーンファミリー東川隆太郎さんが、はい、この里巡りの屋久島での展開はずっと手掛けてこられたんですね。この里巡りの取り組みをレディオ版でも応援していきたいなということで、山だけじゃない屋久島、はい、こちらの魅力に迫っていきたいな、はい、屋久島のご紹介、そして、三島です。はい、三島、はい、黒島、竹島、伊予島という3つの島からなるこの三島ですけれども、この三島もトカラ列島と同様にですね、この船の便に、うん、非常にこの難しさを抱える、うん、県内の中では小規模離島と呼ばれるところになります。まあ、ここもトカラ列島同様、いや豊富な地域資源ありますから、はい、どういうふうに新しい商品開発できるかというところのご紹介、合わせて種子島はこれまで西之表市中心でしたけれども、はい、中種町にも、はい、はい、活躍してらっしゃる方々いらっしゃいますから、そういう方々、少しずつご紹介の幅を広げていきたいなというところで、10月18日は離島応援団、屋久島、はい、中種町、そして三島と、はいはい、この3つをちょっとご紹介していきたいな。なるほど、はい、4日、町の可能性を考える砂田光輝さん、はい、ゲストでお迎えいたします。そして11日は鹿児島のホテル旅館事情パート3、西野由紀子さんゲストで、そしてまた、後半戦はソーシャルデザイン鹿児島、はい、ソーシャル会議の、模様、そしてまた中身などもご紹介、はい、そして18日は離島応援団スペシャル、はい、暑くなりますね。暑くなります、はいはい、バーンしちゃいますね。バーンしちゃいますね、はい、はい、4年目に突入のレディオバーンもぜひとも皆様お付き合いよろしくお願いしたいと思います。それでは、曲をいきましょう。ジャクソン・ブラウンで The Birth of Max。
ジャクソン・ブラウンでザ・バース・オブ・マークス、ちょっとね懐かしい感じ、そしてまたノスタルジックな感じですけども、はい、私たちもこの曲の間に話をしました。4年目に突入ですってよ、レディオ版。いやー、そうなんですよね、はい、ねー、ありがとうございます。ありがとうございます。リスナーの皆さんのおかげでございます。3年前のこの季節に始まってるんですよね、はい、うん、そうです。1回目のことがついこの間みたいな感じがしますけども、はい、ですね、早かったですね、3年間、はい、ちょうど先ほど 山下健太さん、はい、このスタジオにお越しいただいていて、うん、私も山下さんとはもう4年ほど一緒にいろいろ活動してますが、3年前豆腐屋さんじゃなかったですからね。そうですよね、はい、3年前はですね、あの農家さん、農業をやってましたね、米を作ってお米を作ってらっしゃいましたね、はい、で上垣さんも3年前は、まあ、話としては持ち上がってましたけれども、はい、FM 薩摩仙台という放送局をこれから作ろうかぐらいなので、はい、今とは職業も違いましたね。うん、そういう意味では、はい、長山さんは。私は天ラボと言っても実質一人で経営してましたから、はい、今9人雇ってますからね。ちょっとこうだいぶ状況が変わってきたとともに、このリスナーの皆さんもおそらくこの3年間いろんな変化あったと思うんですが、実際にこのスタジオにお越しいただいた皆さんも、先ほどの山下さんが一ついい象徴かなというふうに思うんですけれども、大きくまあ進んでらっしゃったり取り組みが、はい、まあ、鹿児島を熱く緩く考える番組というコンセプトなので、はい、うん、やっぱり鹿児島自体がどんどん変化していってるところにちゃんとついていく、あるいは若干リードするみたいなですね、うん、そういう番組だといいなというふうに思ったりするんですよね。そうですね、まあ、この4年目じゃあどういうふうにレディオバーを持っていきたいかというところで言うと、はい、上垣さんいかがですか。そうですね、まあ、鹿児島県の各地域地域、鹿児島市以外の市町村もですねたくさんありまして、まだそんなにきちんとご紹介できてないところもたくさんあるなという感じがするんですね、はい、なのでそういった、まあ、一つ一つの町の話題というのも取り上げていきたいなというふうに思いますし、できれば出かけていきたいかなと、実際に足を運びたいかなという感じはしますね。そうですね、はい、飛び出せレディオバーン、はい、ね、飛び出せレディオバーン、初年度かなり飛び出してましたね、はい、初年度かなり飛び出してましたもんね、はいはい、あの勢いをもう一度みたいなところありますけれども、はい、柴さんは。私はあの3年間、まあ、その4年目に突入なんで、はい、3年間ご縁をいただいた皆さんのその後をまた丁寧にお話をさせていただいて、あ、そういうふうに今取り組み進んでるんですねとか、あとまたその皆さんも、いろいろまた課題も見えてきたところもあるかと思いますんで、じゃあそれをみんなでまた考えましょうかっていうような、まあ、その軌跡をたどるような、こともやっていきたいなと思ってます。でとりあえず私はこの3年間の間に、ね、はい、Facebook とか LINE とか始めましたから、はーい。それまで全然ね、私ほら SNSとは何ぞやという世界から、今や完全に Facebook 使いこなしてますし、はい、LINE も使いこなしてらっしゃいますから、はい、そうです。一方長屋は LINE やめたってよっていうところ、そうです、ね、まだ再開はしてないですけれども、はい、で私も柴さんと同じく、ね、あの人は今というよりは、うん、そういった時間が経っているからこそ見えてくる、うん、まあ、本質であったり、その課題感、本当の課題、うん、時間が経って見えてきた本当の成果、そういったようなものにちょっとずつこう光が当てられるような切り口を、どうこうラジオ番組の中でお見せできるかな、うん、というところに対するチャレンジがそろそろ始まってくるのかなという気がしますよね、うん、この昨年の中割生姜山農園、はい、そして今年NPO 法人エイおこそ会さん、はい、それぞれ、素敵な賞も取ってらっしゃいましたけれども、はい、ああいった一つは受賞という形で、これまでの成果に光が当たるということもあると思うんですが、うん、まあ、一方で、ずっと追いかけてきたからこそ分かる、うん、課題、はい、成果、うん、そういったようなものをご紹介していきたいですし、また4年目だからこそ新しく植えられる種っていうのもある気がするので、ちょっとそこもチャレンジしていきたいですね。そうですね。もう一つ思うこととしては、うん、熱く緩く考えるの、緩くの方はもっと振り幅を持ってもいいかなという感じがするので、思いっきり緩い話題みたいなのも、はい、たまにはあると面白いかなという感じがしますね。やっぱりこれ上書きチャレンジの復活しかないんじゃないですかね。もう皆さん忘れてると思いますよ、そういうコーナーがあったこと自体をですね、はい、ですね。最後何になったんでしたっけ。最後はですね、生姜です。あ、最後生姜になって終わったんですね。最後生姜になりました。あれも覚えてないですもんね、もはやね、はいはい、最後生姜になりました、はい、それを生姜山でいただいてきてフィナーレという感動のゴールを誰も覚えてないそうだったんですね、はいはいはい、
今思い出しました、はい、さあ、4年目もどうぞ皆様お付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。さあ、今日の最後の曲になりますね、マジックでルード。曲はマジックでルードをお送りいたしました。さあ、今日のレディオバーンは鹿児島温泉戦国時代6地域の皆さんにお電話つないでお話伺いました。はい、はい、忙しくもそれぞれの個性の見える中継になったかなと思います。そして9時台は島ビズ下古式編ということで、地域おこし協力隊、はい、関美穂子さんとの生電話、はい、そしてさらにサプライズゲストとして、はい、山下健太さん、豆腐の日のビッグニュースをお持ちいただきました。10月2日、マリアガーデンズで買えるようになります。はい、そうです。はい、本当こうやって見ますと動きのあるレディオバーン、ね、4年目の突入もぜひ皆さんお付き合いください。はい、そしてまたレディオバーンにどんなことを期待をされますでしょうかね。はい、そして来週ですけども、来週は、町の可能性、ゲストは有限会社フィールドノート砂田浩樹さんです。はい、はい、鹿児島県内もそうですが、県外、特に福岡も拠点にしてらっしゃいますから、うん、県外から見た鹿児島、はい、鹿児島の可能性に改めて光を当てる、そんな2時間にしていきたいなと思いますね。はい、はい、今現在どのようなことを手掛けていらっしゃって、はい、こんな動きになってますとか、何かまたその他の地域でのヒントになるようなお話もいただければと思っています。そうですね、施設設備の話だけではなく、うん、そこを使う人やそこにまつわるさまざまな歴史も紐解きながら、はい、面白いお話が聞ける方です。はい、はい、4年目もどうぞお付き合いをいただきたいと思います。ということで、今夜も最後までありがとうございました。お相手は私、柴里美と、鹿児島天文館総合研究所天ラボの長山義孝と、 FM 薩摩仙台の上垣雄介でした。この後はユーストリームでの延長戦です。ありがとうございました。ここからはユーストリームでの延長戦、レディオ版でございます。今日は6地域の皆さんにお電話をつないで、はい、それぞれの、ま、個性あふれる温泉の、ま、取り組みといいますか、地域活性化というか、お話を伺いました。はい、皆さんやっぱり
私のところはこういったことしてますっていうのが明確にお話をいただけるということで、そうですね、はい、熱いですね、この皆さんが一堂に会する舞台を見てみたいですよね、やっぱりそこは誰が調整するのかっていうですね、もうお一人しか思い浮かばないですけどね、はい、間に入る方はもう同じ顔が浮かんでると思います、ね、はい、ちょっともうあんまり熱くなるとあれなので、はい、もう水風呂とかに入りながらいただきたいですね、どうせなら温泉でやりたいですけどね、そうですね、いや今日メッセージもたくさんいただいております、はい、ありがとうございます、はい、ラジオネームキーレンダー元気さん、はいはい、祝3周年おめでとうございます、ありがとうございます、これ4周年になるのかな、うん、ですね、はい、私たち喜ばしたいキーレンダーもお世話になってます、これからもよろしくお願いしますというメッセージいただいてます、ね、キーレンダーの皆さんには上書きチャレンジで直接お会いしにキーレンダーまで来ました、そうですよね、はい、非常によく覚えております、キーレンダーさん も、はい、もうこの3年間で大きくブレイクされた、はい、そうですよ、はいはい、ユニットですよね、ユニット、まあかなり知名度も上がり、そうですね、いろんなグッズもできですね、はい、はい、コスチュームも今2代目3代目なのかな、そうなんですかね、なるほど、はい、変わってきてますが、最初の頃結構華奢な感じでしたけど、そうですね、はいはい、いろんな場面ででもあーキーレンダーってもうね皆さん、ね、そうですよね、かなりね皆さん、はい、馴染みのあるキャラクターになってますよね、それからラジオネーム勝美さんからですね、祝4年目突入、番組で感じたことは最初の頃から、番組のゲストが幅広くなっているように感じます、ありがとうございます、スポーツ関係者が増えたのでしょうか、うん、メッセージはありますが、どうなんでしょうね、まあ、確かにスポーツネタはここ2年ぐらい増えたのかな、うーん、そうですね、あと体育館の話題とかもありますね、あ、そうでしたね、はい、あとサッカーの話題もありましたね、まあ、そうですね、ワールドカップありましたからね、うん、それから、あ、加害に対する反応をですね、はい、ユーストリームで結構いただいておりますね、加害面白いとかですね、うん、はいはい、あとですねラジオネームいい湯棚さんからですね、はい、県内の温泉巡りの旅を企画したくなりました、それぞれの温泉地の手ぬぐい集めが面白そうですね、ということで、ちょっとそういうコレクショングッズみたいなものがあるとですね、またこう、そうですね、はい、風呂マラソンの企画もありますから、なんかグッズが欲しいなという気は確かにしますね、そうですね、はい、ですね、まあ、あと上書きチャレンジ、うん、やっぱりね、そろそろやっぱりねえってやっぱりねえじゃないですよ、そろそろ、はあ、ゆるい方担当でしたっけ、はい、入って言いました、真顔で入って言われましたけど、そうですね、どんな方がいいですかね、男飯とかの企画もあったじゃん、ありましたね、ありましたね、懐かしい、男飯、はい、芝さんもなんかなんかありましたっけ、なんかありました、はい、友達100人できるから、フェイスブックでもう100人どころじゃないですからね、今多分一番多いですよね、このメンバーの中で、バーメンバーの中でダントツですよ、 LINE もしてますし、 LINE ですね、はい、しました一方 LINE をやめた長屋、はい、はい、そろそろフェイスブックもいかがかなと、あらら思ってるところですね、なんならガラケーに戻そうかみたいな話もあるらしいですね、いや、あの最近のスマートフォンの潮流って少しずつまた大きくなりつつあるじゃないですか、はい、いつかパカパカしだすんじゃないかなと私思ってるんですよ、大きくなりましたよこれ、いつか、あ、はい、やっぱ折り曲がった方が良くないって、はい、いつかなる気がしますね、なるかな、まあ、ならないと思いますよ、糸電話でも使ってください、ね、はい、はい、ということで、はい、今日もお付き合いいただいて本当にありがとうございます、 お、はい、お、関さんコメントいただいておりますか、ユーストリームの方に、はい、関さんからコメントいただいております、はい、加害の反応がたくさんありがとうございますということで、うん、そうなんです、加害のインパクトやっぱりありますね、あの加害の CM はやっぱりまだありますさすがに今日はもうあれだと思うんですけど、はいはいはい、加害はですね、これね、あのインパクトありましたよね、はい、あの CM も、うん、あの加害政策委員会っていうのが、はいはい、今もこの甑島でずっと残っていて続いていて、はいはい、さらにメンバーが増えてるっていうですね、うん、おそうなんですか、そして今年の夏は初のあの下関の、民族資料館かな、で加害展をやったんですよ、加害展、これ快挙ですよね、加害展、加害政策委員会の、はい、で子どもたちと体験する課題政策ワークショップとかですね、はい、今もやってらっしゃって、もうそういうニュースの一つ一つが嬉しい、はい、いやでもそうですね、いけますか、素材が用意できた、はい、カイム取りに行くなら持ってけカッガイ、芋取りに行くなら持ってけよカッガイ、買い物にいいよねカッガイ、ばあちゃんからもらったんよカッガイ、これ流行るかもカッガイ、外で使うには持ってこい、それはヤッガイ、腰
式の常識野外で加害、古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 式の常識野外で加害、加害。いやー、多分初めてお聞きの方は何のことやらないと思うんですけれども、はい、やっぱこれ2年経っても色褪せないですよね。こういうのがね、この CM グランプリとか取れるんでしょうね。あ、そうですね、どうなんでしょうね。CM グランプリ、はい、今開催中、今開催中ですから、はい、11月10日月曜日必着です。グランプリ対象はホームページから、はい、30万円です。30万円です、はい、です、はい、これもちょっと本気でやっていきたい、はい、こういろんなネーミングとかですね、うん、こういう企画会議みたいなものに、我々プレゼンをしたりチャレンジしたり挑んでおりますが、はい、今のところ成果がない。あれです、桜島フェリーはあれってまだ公開されてないんですよね、はい、私は結構あれかなり自信ありますから、はい、どうなんでしょうね、はい、どういう結果になるんでしょうか、はい、もうなんか2人ちょっと諦め模様いやいやいや、あれはまだちょっとね、はい、これからですから、はい、結果を楽しみにしてください、はいはい、来週ですけれども、はい、もしかして決まってますか。決まってます、ネーミング来た、あれ、はい、新鮮のネーミング決まっておりますか。新鮮の桜島フェリーの新鮮のネーミングは決まってますかということで、27年春に就航予定のネーミング、はい、全国4849点の応募、4894点、ネーミングは桜フェアリー、桜フェアリー、惜しかった惜しかった惜しかった。長山さんなんて言いました。僕桜こなみだったんです前だけじゃん、めちゃくちゃ惜しくない、前だけじゃないですか、あの五感とか、いやいや質感とか、もともとあったのが桜エンジェルでしょ。そうそうそう、桜エンジェルが桜イカシだから、そこは別にオリジナルはないよね。フェアリーとこなみですよ。いや全然全然違うし、テイストも違うし、なんか、まあそうですね、桜フェアリー、なるほど、いいネーミングです、はい、いいネーミングですね、はい、優秀賞、はい、最優秀賞が桜フェアリー、はい、優秀賞、優秀賞2点、優秀賞2点、桜マーメイド、桜マーメイド、マーメイド、ほう、もう一つ、はい、もう一つ、桜メロディー、桜メロディー、遠いよ、やっぱり、マーメイドに桜メロディー、その洋のテイストで行ってほしいということなんですね。次狙いましょう、これ。いや次桜島フェリーの新鮮できるまではだいぶ時間がかかると思いますけどね。次狙いましょう、はい、まあ、逆にネーミング決めてほしいみたいな話がありましたら、はい、そうですね、我々が考えます、私たちはくじけません、はいはい、来週ですけども、来週はフィールドノートの砂田光輝さんをお迎えしてレディオ版4年目に突入ということでございます、これからもどうぞよろしくお願いいたします。今日はここまででございます。ありがとうございました。